はい、開封ネタが続きます。昨日ね、ケーズ電気、LED 電気を買いに行った時に、ついでにね、三脚買ってきました。よいしょ。で、今ね、動画撮影に三脚使ってるんですが、家の中と外ね、まあメインはもう外で使うのがメインなんですが、時々ね、家の中で、まあ今動画撮ってるようなね、はい、家の中に持ち込んで動画を撮ると両方に使ってるんですが、その都度ね、三脚の足洗ってます。で、洗うの面倒だよねということで、前々からね買おうかなとは思ってたんですが、なかなかね、ケーズ電気買いに行く、チャンスがなくてね、はい、LED 電気を買いに行ったついでに買ってきました。はい、こんな感じでね、バック付きです。これどこから出すんだろう。どっちが上だ？ん？あ、こっちが口ですね。はい。こんな感じでね、バック付きです。で、いつもね、この機種は買いました。トライアルっていうかな、トライアルの KT330T という機種です。で、これもね、使ってたんですが、よっこいしょ、この部分ですね、この部分が経年劣化で割れてしまって捨てました悲しいけどね、もうしょうがないよね。もう これは割れちゃったらね、足が外に開いちゃいますからね、まあ割れたんですが、まあコスパから言えばね、これ2000円で1キュッパだったかな、1キュッパで買えるんで、まあコスパ的にね非常に安いんで、これを屋内撮影ですね、室内に置いて、今のようにね、今使ってるのは、これはまた健康の別のタイプだな、別のタイプ使ってるんですが、表と外をね、表と外じゃない、同じだ、表で撮影するときと室内で撮影するときの、まあ、切り替えですね、使い分けをできるようにしようかなと思ってこれ買ってきました。まあ2キュッパなんでね、1キュッパか、1キュッパなんでね、非常に安かったんで、買ってみました。まあこれからはね、屋内撮影は、こちらのね、はい、トライアルっていうメーカーかなの三脚を使いたいと思います。結構ね、たけし農場の場合は毎日使ってるんでね、雨とか台風の時以外は必ず外で最低でも1回は、ね、使ってますので、結構使用頻度高いです。まあ壊れてもしょうがねえのかなと。まあカメラもそうだよね、ほぼ、ま、毎日ですからね、365日使ってますんで、まあ壊れてもしょうがないのかなと思っております。あ、それとね、最近ちょっと嬉しいことありまして、7月の下旬あたりからね、急激にチャンネルの登録者数が増えました。で、投稿の仕方はね、今までと変わってないんですが、なんで急に、まあ、チャンネル登録増えたのかよく分かってないんですが、まあ、皆さんにね、見ていただいて非常に感謝しております。まあ、これからもね、気合を入れて、まあね、皆さんの参考になる動画を作っていけたらなと思ってます。で、ちなみにね、今 SSD 買いましたので、近々ね、サーバーですね、以前買いました3000円のサーバーに Windows 11を入れるという、作業を近々、動画としてね、公開したいと思いますので、また、興味のある方はね、見ていただけるとありがたいです。今日はね、朝一で、お墓の掃除、8月1日でね、お墓の掃除行ったんですけど、
もう湿度が高くてね参りました。でお墓行く前にねブルーベリー収穫したんですよ。知ったらもう暑くて参ってね、もう途中で帰ってきました。帰ってきましたらね、うちの母から お墓掃除行くぞって言うんでね、言われて行ったんですが、やはりうちの母もね暑くて参ってますで今な何時だろう、今何時かな、今9時ま回りましたね。今9時回ったんですが、ちょっとね、この動画を撮る前に外へ出たんですが、湿度の方はだいぶ下がりました。カラッとしてます。ただ暑さはね、太陽が照ってますので暑いんですが、湿度が低いんで、まあちょっとはね、7時の頃よりも表でね、作業するのには条件良くなっているのかなと思いますんで、まあぼちぼちね様子を見ながら、農作業の方も進めていただ、いけたらなと思っております。はい、今日もねよろしくお願いします。